心を踊らせ名前を呼ぶよメピー心を踊らせ名前を呼ぶよメピーウォホホホホはい僕はブリッピーうわー後ろに何があるか見えるそう丸太だよウォホホ今日はオリンピアっていう港に来てるワシントン州だよここの丸太は切り倒されて他の国に運ばれてそして家作りに使われるんだワシントン州ってすごいんだよこうやって木を一本切り倒すごとに会社は新しい木を少なくとも3本植えるんだそれじゃ早速港を探検してみようよでもまずは安全のための装備がいるよおほほほほほほ安全って大好きなんだよし港を探検しに行こうかおほほほ見て見てあれはクレーンだすっごく大きいねクレーンって大好き地面から荷物を持ち上げてすっごく高いところまで運ぶんだかなり重たいものもねこのクレーンの中を見てみよううおほほほすごいよここにあるのはクレーンのホイールとタイヤだ見てタイヤは黒でホイールは青色をしてるねははタイヤが2つ並んでることに気づいたほら2つそう1つだけじゃなく2つあるんだははそうだいい考えがあるホイールとタイヤの数を数えてみないよしここから始めるよいい？いくよ1 2 3 4 5 6 7 8 8つタイヤがあったよちょっと待って確か2つずつ並んでたよねそれじゃつまり8かける28×2 は16だねやったねでもちょっと待ってタイヤは片側だけじゃなく反対側にも同じ数だけあるはずだよねつまりこうだ 16×2 難しいな16×2 32個のホイールとタイヤだやったねうお見て見て働いてる人がいるよ話しかけてみようこんにちははーいいやブリッピーどうも君はフランクだ初めましてこちらこそここで何をしてるの僕はこの港にある機械の整備をしているんだ今日はこのクレーンを調べていくよおおクレーンだってかっこいいついてっていいもちろんやったおいでよし行こうわあついたよさあ入ってこっちだようわこれ見てうわおこの椅子に座ってみるからねははここでクレーンを動かすおお見てすごく高いおおははおおうわすごい迫力地上からの高さは90フィートおよそね30メートルくらいだねだいたいおおあそこにあるフックが見えるかなあれは荷物を引っ掛けるのに使われるあのフックで丸太やボートやなんだって運べるんだうわーこっちについてきておお巨大なケーブルだねあれでケーブルを巻き上げるうお広い部屋だ見ておおそれとこっちは機械室だねわおすごい装置だ
見てよ、働いてる人がいた。お仕事中だよ。はーい。いいね、それじゃこの部屋を出ようか。うわー、今からエンジン室に入るよ。おー、なんて大きなエンジンなんだろう。フランク、これはどのくらい大きいの？すごく大きいよ、12気筒の。これはツインターボ、カミンズ製ディーゼル。うわー、大きくて馬力のあるエンジンなんだね。うわー、見てよ、すごく大きなフックだ。おー、気をつけて、揺れてる。うわー、ものすごく大きかったね。うわー、とっても重たいものを持ち上げるのに使われるんだ。おお、わ、行こうか。うわー、これを見て、とっても大きな船だね。ほら、この船にはさっき向こうで見た丸太がたくさん積まれているね。船はこれから他の国を目指し旅をするんだよ。そして丸太を届ける。おお、看板に何か書いてあるよ。関係者以外立ち入り禁止だって。僕らは入って大丈夫。うわー、すごく大きな丸太だね。たくさん積まれているよ。一緒に数を数えてみよう。いくよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、14、45、おっと、どこまで行ったっけ。まあいっか、しょうがないや。それじゃ、丸太を積む作業の邪魔にならないようにここを離れようか。そうすればもっと積み込めるはず。それじゃ行くぞ。見てよ、小さなボートだね。おほほ、これは中くらいの大きさのボートだ。うおほほ、これはとっても大きなボートだ。ねえねえ、あれを見てよ、移動式のリフトがある。移動式リフトは海の上からこのベルトを水中に下ろしてボートを持ち上げたり下ろしたりもできるんだよ。向こうにボートがちょうど1艘止まっているよ。水から上げて下ろすところだ。ほら、これを見て、とっても大きなベルトだね。すっごく頑丈だよ。これで持ち上げられる重量はおよそスクールバス7台分なんだって。すごい重さだよね。それじゃちょっとどいておこう。これからボートを運ぶんだって。とっても楽しみだね。うわー、ものすごく大きな機械だね。何をしてるかわかる？今はベルトを水面に下ろしているところなんだ。これからこのベルトを水の中に沈めてボートをその真上まで移動させるんだ。そうしてベルトがボートを引き上げて陸まで運んでくれるってわけさ。何してるかわかる？ポールを使って船をゆっくりと引き寄せているね。ぶつけて傷をつけないよう気をつけてるんだ。ほら、きっと他の人のボートだから大切に丁寧に扱っているんだね。君も友達からおもちゃを借りた時は壊さないよう大切に扱ってあげてね。うわー、あれを見て、ボートを持ち上げてるよ。ほら、
水から上げられてタイヤがコンクリートの上を転がっているね。陸に戻ってくるんだ。すごかったね。それじゃ汚れを落とそう。わあ、見てよこれ、たくさんのフジツボがついてる。海藻まで生えてるよ。うわあ、とっても美味しそう。食べないけどね。よし、綺麗になったね。イエーイ。それじゃ僕は冒険を続けるよ。まだ見たいボートがたくさんあるんだ。ほら見て、こんなにあるよ。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー、ブリピー、やったね。それじゃまたね、バイバイ。さあ集まれ、楽しく学ぼう。心を躍らせ、名前を呼ぶよ。はい、僕はブリッピー。ここがどこかわかる？そう、今日はワシントン州レベンワースにあるレベンワーススキー場に来てる。ほほほほ、見てよ、素晴らしい雪景色でしょ。僕と一緒に今日は雪遊びを楽しもう。よし行こう。これすごく楽しいね。何をしてるかわかる？そう、スノーチューブに乗って坂を滑ったんだ。この坂は短いね。でも見て、もっと長い坂があるよ。坂の上まで連れて行ってくれる機械もあるんだ。だから歩いて登る必要はないよ。後で見せるね。でもまずこれがスノーチューブだ。うわぁ、これは全体が赤いカバーで覆われてるね。うわぁ、カバーがチューブを守ってるんだ。中に入ってるチューブは黒色でゴムでできているよ。見える？それからこれはスノーチューブのロープ。ここの輪っかを機械のフックに引っ掛けて君を坂の上まで引っ張り上げるってわけさ。うおー、早速見に行こう。 OK、 チェックしよう。この機械にはまずケーブルと滑車がある。近づいてみよう。おお、滑車が見える？回転してるね。この動きが力を生み出しているんだよ。だからフックがここにあるね。このフックがチューブと人を引っ張っていけるんだ。よし、一つ引っ掛けてどうなるか観察してみよう。じゃあ僕とゲームをしよう。スノーチューブがいくつあるか数えるんだ。いいね。一つ、二つ、三つ、四つのチューブだ。できたね。やったぞ。四つ数えられた。それじゃ次のゲームだ。とっても簡単だよ。このチューブの形は何でしょう？四角形ではない。じゃあ三角形かな？違う。これはタイヤと同じ形だ。そうだ、これは円形だね。ふふふ、やったね。
これを見て。なんだと思う？これは黒色のゴムのマット。すっごく重たいよ。はあ、それと灰色のカーペットだね。そう、家に置いてある普通のカーペットと同じだよ。いい？このマットとカーペットはチューブが通るところに置いてあってスピードを抑えてくれる。これがなければスピードが出すぎて飛んでいってしまうんだ、空まで。行くよ。よし、出発するぞ。うわはは。見た？すごく早かったね。最高だよ。うわー、あれを見て。すごくかっこいい乗り物だね。スキー場って最高。山をきれいに使えるようにすごい機械がたくさん揃ってる。わあ、見に行こう。うわー、これを見て。すごいね。これはドライブトラック。そう、この乗り物にはドライブトラックがついている。面白いね。普通はホイールとタイヤだけど、これは違う。ドライブトラックが雪をしっかり掴んでくれるから雪道も滑らずに進めるよ。あは、乗ってみよう。ふう。ああ、バックしてる。イエーイ。これを見て。何してるかわかる？そう、自転車に乗ってるんだ。おかしいよね。走っているのは雪の上だ。だって普通自転車で走るのはコンクリートや土、アスファルトだ。でもこれは違う。この自転車のタイヤを見て。これはデコボコしてすごく幅が広い。うわあ。そう、普通の自転車に比べてずっと幅が広いんだ。だからファットタイヤと呼ばれる。これなら雪をしっかり捕まえられる。だから雪道でも滑らない。わあ、このタイヤの模様最高。さあ行くよ。これぞまさに雪だ。おお、すごく冷たいね。外は凍えそうだ、暖かくしよう。部屋でホットココアを飲もう。おっと、失礼。あらりと舞う雪、心躍る。勇気を出して滑り出そう。さあ行くよ。見渡す限り雪景色、厚着して凍えないように。雪合戦スノーエンジェル、寒さ忘れ、ここ集まろう。
縄の乗り物に挑戦だ。スノーモービルで進んで行こう。降り積もる雪の上スピード上げるよ。とっても楽しかった。一緒に雪遊びができたからね。ああ冬って大好きなんだ。そう、冬は1年の中でも最高の季節だよね。さて今回はこれでおしまい。もっと動画を見たければ僕の名前を検索してみて。名前は知ってるよね。ブリピー。ブリピー、やったね。それじゃまたね。バイバイ。おー、はーい、僕はブリッピー。ねえ見て、これは金属探知機だよ。地面の下に埋まっている目には見えない金属を探す機械なんだ。でもまだ何も見つかってないんだよ。あ、聞こえた？何かに反応してるよ。うわー、これを見て。鍵を見つけた。うわー、これものすごく大きな鍵だね。どこの鍵だろう。そうだ、ひょっとしたら海賊キッドのジュエリーハイストの鍵かも。サウスパサデナにあるんだよ。今から一緒に行ってみよう。きっと楽しいよ。おお、着いたよ。大好きなんだ。中に入って見て回ろうよ。来て。うわー、とても素敵な場所だね。見てよ、これはダイヤモンドの拡大鏡だよ。わあ、すごく大きなダイヤモンドだ。これで光線を当てるんだ。するとここに置いたものがすごく大きく見える。例えばこの石。うわあ、あとはこの金貨もいいね。ここにあるネックレスやブレスレットも見られる。とっても素敵な場所だね。これを見てよ、なんて大きな本だろう。海賊船にあるものだ。うわー、海賊船に乗ったことはある？僕海賊船大好き。はあ、わあ、見て、誰かいる。よう相棒、ジュエリーハイストへようこそ。やあ、君は？俺は海賊ケリーさ。うー、海賊ケリー、かっこいい名前だね。これから君らには宝探しに出かけてもらう。はあ、宝探し？僕大好きなんだ。君は宝探しが好きかい？イエーイ。これが最初の秘密のヒントだ。うー、秘密のヒントだって。読むよ。ブリッピーと仲間への宝のヒントだってさ。仲間って君だよ。よし、開けてみよう。こっそり君に教えてあげるとしよう。最初の秘密のヒントのありかは黄金の船の下。わあ、ちょっと待って、場所が分かったかも。待って、行く前にふさわしい格好に着替えるんだ。ふさわしい格好？おお、見て、コスチュームだ。やったね。頑張れよ。うん、ありがとう。とっても楽しくなりそうだね。さてと、コスチュームを着るよ。ほら、まず海賊の帽子だ。海賊は宝が好きだからね。そして次はこの、やった、海賊の上着だ。どうかな。そして最後にこの海賊の刀だ。はは、よし、
これで完璧。それじゃ冒険に出かけよう。うわあ、ハロー。うわあ、まるで魔法をかけられたみたいだね。とっても素敵だ。よし、ついてきて。うわあ、これを見てよ。うわあ、こっちはとってもカラフルだ。確かヒントでは黄金と言ってたね。黄金の船だ。何か見つけたかい？あったね。きっとあれだ。すごいぞ、来て。おお、これが多分次のヒントだね。黄金の船のそばで見つけたよ。やったね。なんて書いてあるかな。中を見てみよう。よし、読むよ。ピンクの羽の友達がまたやらかした。私の秘密を漏らしたんだ。彼を見つけてくれ。はっ、何のことか分かったかも。ピンクの羽の友達は、そうだな、多分鳥のことだ。ピンクの鳥ってことか。それじゃ行くぞ。さてと、ピンクの鳥を探してみよう。何か見つけた？おいで鳥さん、こっちだよ。ああ、ダメか、こっちにはいないみたいだよ。それじゃ向こうを見てみよう。ヒントを探すのって楽しいね。こっちはどうかな。いたよ。見えるかな、ピンクの鳥だ。はい、鳥さん、ハロー。僕はブリッピーだよ。ご機嫌いかが。一緒に鳥の真似をしよう。クー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 。さてと、近くにヒントがあるはずだ。見つけた、カゴの上だ。おお、黄金のチェーンだ。うわ、それにヒントもあったよ。やったね。それじゃヒントを読んでみよう。水の中では私が必要。潜る人を助けて水中で息をさせる。それじゃ水の中で息をするのに必要なものを探せばいいんだね。なんだろう、わからない。それじゃこのお宝を手に持って探検を続けようか。おお、あれを見て。うわあ、このテーブルとっても素敵だ。鏡があるよ、覗いてみよう。はーい、君が映ってる。僕が見える。はーい。おかしいね、このテーブルは新聞紙でできてるみたいだね。おっと、見て、木の板があるよ。水中では使わなそうだけど、とっても素敵だ。何に使うんだろうね。綺麗なライトだ。ベルだね。聞いて、聞こえた。さてと、ベルじゃなくヒントを探そうか。これを見て。ハロー、元気？カエルがいるよ。見えるかな？面白いポーズしてるね。一緒にカエルの真似をしよう。ゲロ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 。おかしいね、カエルは水の中にとても長い時間いられるんだ。でも僕たちの呼吸を助けてくれるとは思えないな。おお、見て、これは置き型の振り子時計だね。とっても大きい。あ、見て、また鳥がいた。やあ、ハロー、カラスくん。いや、渡りガラス？わからないや。でもとっても可愛い鳥だね。カーカー、たくさんの鳥がいるね。それとこの時計は関係なさそう。時間は教えてくれるけど水中で息はできないよ。カラフルだね。
おお、これはビーズだ。見てよ。うわー、大きいビーズだね。大きいのを4つ取ってだって。まあやってみてもいいかな。だね。ヒントを探しながらビーズを選んでみよう。ほら見て、一つ目は青いビーズ。どうしよう。あ、もう一つ青いビーズ。さてと、これで二つ青がある。それじゃ次だ。うわあ、たくさんのビーズがあるね。とてもカラフルだ。例えばこれ見て、赤いビーズだ。これにしよう。2つあって、そこに1つ加えたよ。合計で3つだ。4つ目が必要だね。それじゃあこれはどう。4つ目のビーズだ。これも赤色だね。これで大きなビーズが4つだ。いいね、4つ選んだ。それじゃ探検を続けようか。わあ、またビーズだ。あー、こっちは小さいね。何かここに書いてある。小さいビーズを10個取って。なるほど、すごく簡単そうだ。小さいビーズを10個選ぼう。いい？1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ9つ最後だよ。と10個の小さいビーズだ。うわあ、とってもカラフルだね。うわあ、素敵なビーズだね。すごく楽しめた。はあ、君にも見えてる？見てよ、これはダイビングヘルメットだ。いい？水に潜るときは息をするためにこのヘルメットをかぶるんだよ。そうだ、ヒントがあるはず。うわ、見て、はあ、次のヒントだ。はあ、興奮しちゃうよ。はあ、OK、 はあ、それじゃ読んでみようか。タコには8つの触手があるものだ。もし黄金のタコを見つけたら、お宝は君のものになる。なるほど、意味が分かった。次に探すのは黄金のタコだ。いいね、すごく簡単そうだ。僕らはただ探検を続けて黄金のタコを見つけよう。素敵な場所だね。なんて綺麗なんだ。うわ、見て、またビーズと宝がある。うわあ、これを見て。お、中にカニがいるんだね。うわあ、見てよ、とっても小さいカニだね。こっちも見て、これには昆虫がいるよ。うわあ、こいつはとっても可愛い昆虫だね。面白かった。さてと、黄金のタコを探しに探検を続けるとしよう。うわあ、うわ、どこかな。何か見つけたかい？見てよ、あったぞ。これは黄金のタコの触手だよね。うわあ、これを見てよ。おー、本当に素晴らしいね。でも次のヒントはどこだ？うわー、見つけたぞ。これが宝箱だ。イエーイ、やったね。秘密の宝を見つけたんだ。イエーイ。鍵がかかってる。どう開けるんだろう。ちょっと待って、覚えてるかな。公園で金属探知機を使って鍵を見つけたね。ほら、ここに持ってる。おー、やったぞ。それじゃあこの鍵を使って宝箱を開けてみよう。行くぞ。
お宝だ。ついにやったね。よおめでとうブリッピー。それじゃあお次はこいつを魔法のネックレスに変えてみせよう。魔法のネックレス、ついてこい。なんだかとっても面白そうだね。行ってみよう。座ってくれ。はあ、見てこれを覚えてる。うわ、ワクワクしちゃうね。まずはじめにお宝を台の真ん中に置いて。わかった。見て、これは全部さっき見つけたものだね。さてと、この魔法のお宝を台に置いていこう。あー、これはサメの歯だ。金色だね。オッケー、こんな感じ。完璧だ。次はカラフルなビーズを持って台の両端に置いていこう。なるほど。それじゃこの大きな赤いビーズ2つと、さらに大きな青いビーズを2つ置く。小さな青いビーズを2つ、青っぽい緑のビーズを2つ、緑っぽいターコイズブルーのビーズを2つ、黄色いビーズを2つ、そして最後に大切なピンクのビーズを2つ。これでよしと。美しいね。さてと、お次は純金のチェーンを加えてもらおうか。そうか、さっきのチェーンを覚えてる？純金だったんだ。はあ、うわあ、見てよ、とっても重たい。それじゃ乗せてみよう。こんな風に置いていい感じだね。完璧だ。どうかな、これでいい？なんと素晴らしい。準備はいい？うん、いいよ。ネックレスに姿を変えよう。ソーレット。うわあ、見てよ。わお。うわあ、ネックレスだよ。魔法の力があるんだ。かっこいいね。ブリッピー、つけてみるがいい。つけていいの？魔法のネックレスだ。つけたら何が起きるのかな。よし、つけてみよう。おっと、まずは帽子を脱がなくちゃ。よし、行くぞ。うわー、体が消えちゃった。ブリッピー、おいブリッピー、僕って透明になっちゃったの？まさか。そうみたいだ。とってもかっこいいね。本物の魔法だ。でもどうしよう。いいか、外せば元に戻るはず。わかった、外すよ。はい、戻ったよ。面白いね。すごい体験だったよ。魔法のネックレスを作ったんだ。サウスパサデナにある海賊キッドのジュエリーハイストでね。よく来てくれたな。楽しんでくれてよかった。上出来だったよ。うん、君も頑張ったね。すごい体験ができたね。それじゃみんな、またね。また会おう。バイバイ。